ゃめちゃイエーイ。悔やこんにちは、実況女神です。それでは今日もマインコラ…あ、マインコラ…違って、マインコラだね、燃えてる人マインクラフトよろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。新しいゲームだね。あー暑い、え、なにこれ超暑い、え家に燃え移ってるからマインクラフトこういうゲーム、こういうゲーム。今日はど何するするんですか。今日はあの家をですね、お充実させてみんなの部屋を作りたいと思います。イエーイ、イエーイ。一番楽しいやつ。うちはパラリラパラリラ。こっちで。メガミちょこっちで。待ってね。部屋の内訳だけ俺が説明しておくで。オッケー。ずっちにやらしたらダメや。まずこっち教えてください。紫の。皆さんに、はい、案内とか、まあ一回こんな感じのしょっぽい感じで。うん。ここになんと。なんと。今ならなんと階段が。お。イエーイ。登ると、まあ大きなお部屋。登れてないやん、女神。登らんかい落ちよった。あ、すごい、ここ見晴らせる。ないけど、うん、ここいいね。部屋と思いきや、こう、吹き抜け。どう？吹き抜けだ。これすごいな。あ、吹き抜けってこれのこと？え、これ以外何があるの？待って、吹き抜けってさ、うん、上から下がこう、見える。うん、うん、かと思ってた。あかん、やめてやめて。確かに。やめてやめても。これ吹き抜けちゃうって。筒抜けよ。でも、部屋筒抜け。一瞬、筒抜け。違うやん。一瞬、あ、結構いいやんと思ったの、これ。でも、いいけど、やろ？吹き抜けではない。でも、これさ、あの、夕日がこっち向きだったらいいのにね。いらんこと言うな。そうだね、綺麗だよね。いらんこと言うな。ちょっとさ、あそこの土とか買ってきてよ。ここが、うん、1階が女神とチョコミと小松の部屋で、この2階が俺の部屋。え？だから、下をつけ。ここ俺の部屋やから。やったれやめろ、なんか、なんで俺や。やめろ、やめろ、近寄るな。早くやるよ。落ちてた。今日の趣旨をやるよ、今日の趣旨を。落ちてた、落ちてた。気が足りない。おまっちゃんがひっこりする前に土の部屋作るわ、俺。おお、優しいね。一緒。もう上にね、大体できとんの。あ、そうなの。じゃあ俺はあえていかんわ。楽しみ。あ、そうだ。どう？みんなさ、他の人の部屋作るのどう？あ、いいね。楽しそう。いいっすね。じゃあ俺チョコミの部屋作るわ。ええー！いやが。一番喜ぶとこやぞ。一番喜ぶとこやろ。めっちゃ嫌がる。女神がいいな、こまちゃんか。いやもうこんな。ですね。てか、で、だって俺がチョコミンで、チョコミンが誰？あ、なんでもいいよ、私。誰の作る？こまっちゃんが一番センスありそうやからな。じゃあこまっちゃん、ね、あ、そうやそうやそうや。今作ったよ、もう。ってことは、え、もう作ったん？早くね、うん、もうちょっと手間暇かけて。え、土の部屋？早すぎるよ。土の部屋できたよ。早いよ。もう目は見たやろ。見ちゃった。いい、トイレやん、ここ。土ズルームって書いてる。こまちゃん、こまちゃん、ありがとう。本当にありがとう。ええやん、これ。ええやん、ぴったり。ぴったりやん、これ。ぴったりやん、これは。サイズ感やばいな。これはいいやん。なかなかいい。残しといて、残しといて、残しといて。じゃあ、うん、2階に1人ずつ。オッケー。うん。この吹き抜けは残しといてな。あ、じゃあさ、あの仕切りだけ先に作って、みんなに見えないようにそれぞれ作る。ああ、それでもいいね。じゃあそれ仕切りやっといてよ。よろしく。いいよ。今から取りに行かなきゃ、もうあのさ。じゃあ木をもらおう。ちょっと木もっと。と買ってきてくれ。木と牛の皮を持ってくれ。あ、
あ、そうだ、そろそろ牛殺せるかもしれない。牛殺せる言うていっぱい育てたから。牛くれ、牛、うん、俺に隠したな、どこにあるやん、ダイヤ。え、どこに隠しやがった、俺のダイヤ。え、貴様な、俺のダイヤどこやった。え、チョコミン隠したの。もし聞こってくるわ、聞こってきて。チョコミン、はよ、よこせ、ダイヤ。え、さて、持っとるな、手持ちに。いや、持ってないよ。なに、シャバちゃんめ。どこに隠した、ね、ちょっと待って、怖いんやけど。なんか、歯抜けのじいちゃんがめっちゃ嵐寄る、僕。怖い。ただの空き巣な。空き巣やで。だって。あれ、空き巣やで、マジで。じゃあ、本当にって、あるのはあんの。あるよ、あるよ。この家にあんの。あるよ。しっかり隠したな。あるよ。お菓子隠された子供か。お前よ。待って、地下に隠しやがったな。何や、地下って。どこや。なんで、何に必要なの。ちょっとダイヤ使うときはね、チョコミントにね、あのお伺い立ててから何に使うか言ってから使ってください。ツルハシ作んの。なあ、ツルハシいらんやん。はい、横さんかい。ツルハシあるでしょ。いらんや、そんなもんは。あ、ダイヤや、ダイヤ。ダメ。鉄のツルハシ行きなさい、鉄のツルハシで。大丈夫、出さんかい。鉄のツルハシで行きなさい、鉄のツルハシで。ちょっとも、ツルハシに使うともったいないでしょ。いいか、いるの、チョコが来んのにいるから。はいよ。何個いるの。1個。はい、1個って無理やろ。じゃあツルハシ1個ってことや。やっぱツルハシ作るやんけ。作る。あ、いや、何何、あと何個よ。あと2個か、仕切り。ああ、見るか。あ、見てなかった。何やこの仕切りは。ちゃんと3人分あります。じゃあもう入らんぜ、ここ入らんぜ。今日これ今ハチコミの部屋作るから。何やこの仕切りは。ちょっと待ってどこがいい、みんな。迷路やん。え、ここ一番嫌やん、この部屋の人。どうして。だって階段入ってすぐ部屋やで。絶対誰かに通られるやん。え、この、ここはね、あの広間だよ。あ、そうなの。だって、あ、私ここがいい。一番広いやんけ。ここチョコミンね。私ここがいい。いやいや、おかしいやろ、このキャッパ。つっちゃん、私ここがいい。キャッパの次おかしいよ、俺なんで来ないの。一マスやもん。あ、三マスやった。じゃあ、つっちと同じ部屋の人は誰がいい。それ困っちゃっていいやん、そこ。ちゃんトイレもついとるやん、こまちゃん、これ。ていうか、別にね、これが仕切りなだけで、あの、この通りに作らないでしょ。あ、そうか。あ、そうか。ほんだったら、もうチョコビも、俺と同じような作りが。いや、私これがいい。この外が見れるやつがいい。そっち、外見れるようにして。わかった。わかったぜ。大画面で見れるようにしといて。わかったぜ。ちょっと私下のがまだ整理でききらんからいけないよね。ジャングル見えたらいいんやろ。え、うん、もう丸見えでいいやろ。丸見え、うん、丸見えがいい。外丸見えがいい。チョコミンは誰の部屋作る。私とコマちゃんが残ってる。そっちでもいいよ。見るんじゃないこのバカ野郎。出てくる。ごめん。見るんじゃないバカ野郎。怖いよ、怖い。不意。このおじさん怖い。ドラで怖い。シャバちゃん、シャバちゃん、コマちゃんは誰に作ってほしい。これがね、待ってね、でもチョコミンって、ってチョコミンを選んだら私自分の部屋自分で作ることになっちゃう。寂しい。でも悪いよ、面白いな。チョコミンがいい。え、チョコさみしくない。分かった、じゃあ自分の命で。ウケる。いや、自分の部屋再現してや。じゃあいいよ。あ、小まつげ取りやがったな。貴様大事にしろって言ったでしょ。うるさいな。おもちゃ何着てるの。すごいチェックのやつ着てる。やろう、かっこいいっしょ。え、見して見して見して。どこにいるの。ファッションショーする。どこにいるの。何、自分が見つけたみたいな言い方。ファッションショーする。俺が見つけた。俺やないか。
パリコマ、パリコマ、パリコマ。あ、すごい。ちょっと待って、俺やって見つけた。初めて見た。え、しかも今年流行りのシースルーじゃないですかこれ。おしゃれだろ。今年の夏これ大流行した。俺言うベンズも流行ってるそれ。スケスケじゃないですか。何ベンズも流行ってる。しっかりと俺も。ベンズも流行ってる。大丈夫、いけるいける。いける。みんなの部屋をそれぞれ担当して作ったんだけど。私は自分の部屋を作りました。残念だけど誰も私の部屋作りたいって言ってくれなかったので作りました。じゃあ案内します。要はあれでしょ、この今から見る部屋は女神の実際の部屋みたいな感じ。趣旨はそうそう。なるほどね。想像するわ。そういう感じで。そう。さあ行け。開けます。はい、どうぞ。お邪魔します。早速で上がるぜ。どう、何これ。すごい。ねね、遊び心があるの。そう、誰か乗って。ツッチじゃいいよ、行って。うい、どうなるこれ。ツッチ痛い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 。待って。そう、面白いでしょ。はい、みんなついていかないと。浮いた浮いた。ヤッフー。あ、すごい。でしょ。止まったよ。止まんないよ。どんどん行って、あかんか、こっち来た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 か。これあかんかった。あかんったね。あれ、あ、土がここ壊した。壊したんだ。下まで続いてたのに。あら。土が壊してる。土壊してる、おかしい。いいの。私のお家壊した。出られへんし、ほんで。ちょっと待って、俺も出られへんじゃない、これ。じゃあこっちで待ってるね。あ、潰してもらった。ハーフブロックも。次、土の部屋。行きまーす。ちょっと待ってよ。あんない。さすがにね、このサイズやったらちょっとかわいそうやなっていうことで、はい、はい、止まりましたよ。一世一世すごい。まさに一世一代の匠デザイン。うわー、これいいなー。これいいね。すごいじゃん。ね、これめっちゃいいわ。一緒、これ。え、滝？すごい。私住みたい。って書いてある。どこどこ？ Open the door, stay through. オッケー、入って。本当だ、土のお部屋。え？どうしたの？え？さば。せんば。この一輪の花が。絶対癒されるっしょ。なにこんなすごい広そうに作ってるのに。見てこれちょっと。ね、お墓？いいって思うやん。うん。な、横壊して出るやん。おお。おお。ガバガバやね。景色がいいでも。確かに。ちょっとみんなにバレへんようにね、壁だけは作っとこう思って。なんかお坊ちゃまくんのあれみたいだね。何それ。なんか前だけ服着てる人いない。何やんそれ。ここ何なん。何が作りかけみたいな。ここえこの木、これあれやで、ちょうどあれやで。何あー俺がここ。そうそうそう。まあグレードアップしたな。うん、すごいやん。この廊下がいいね。ね。見渡せる感じで。いい感じ。じゃあ見せてみなさい。次こまっちゃんの部屋を。こまっちゃんの部屋？はい。これちょっとでもちょっとできてないんですけどまだ。はいはい。おまちゃん、ちょっと女の子にモテたいっていうことだったのでちょっと雰囲気を出してみました。間接照明を多めに取り入れてみました。おー、おー、おしゃれ。で、本当はね、ここにね、黒を入れたらね、おまちゃんの顔になるはずなんだけどね、黒のウールがなかったので。あ、どういうこと。あ、ほんとだ、似てる。まあ、すげー、おまちゃんの顔。そう、できなかった。ちょっと比べるから、おまちゃんちょっと止まってちゃんと鎧のけて、あ、でもね、外側から見た方がね、うん、あの、あれなんだけどね。あ、そか。あ、またその楽しさもあるからな。そう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 。いいね、いいね、これ。あ、これは結構遊び心あるね。これめちゃくちゃセンスある。ちょっとそう、黒のウールがね、あればね、すごいいい感じなんだけど、黒がなかった。いい、ね、なるほどね。そうか、それで黒を探してたんだ、ね、いいやないか、これ。そう、愛を込めて、
小松さんが女を抱けるように愛を込めて作りました。肌が肌自分の顔が壁一面にペアでは抱けへんな。いや、小松ちゃんのことが好きな女性だったらすごく喜ぶはずだよ。今日が女性やったらなかなか良かったよ。やったね。いいですね。はい、素晴らしい。いい例だった。チョコミすごいよ。ヒヒヒヒ。メール無駄に使いやがって。こっちは何、まあ、私のこと。部屋。メールを無駄に使いやがって。いい部屋でしょ。なんでここに気付いてるこれ。そうね。じゃあ俺の一番多分今日のメインディッシュな、チョコミの部屋。私今回の趣旨を説明させてくれよ。じゃあな、女神さん、はい、はい、俺は今回この部屋を作るにあたって俺はチョコミを想像して想像に想像して作った部屋。お、そう、ちょっと待って、ちなみに私はリアルチョコミ、私は爽やかな、うん、風通しのいい部屋にしてくれって頼みました。そうそう、まあそれはやっぱ俺匠としてさ、うん、あの、はい、綺麗だから、そこは、うん、そこは大事。本当に、はい、じゃあまずもうこの行きどうなったのかな、ツルハシを使ってください。開いてないんだ。さあどうぞ。ちょっとなんかチョコメントどうぞ。自分の部屋行くのにツルハシ。あのさ、マリオの最後のステージみたいな。さあどうぞ。最後のステージみたいなのが待ってるんだけど、クッパいそうなんだけど、しかもこのなんとこだわりは普通には入れない、このわざわざ水質のポジター入る。そうなんだ、すごい。入っていい？入れてないやん。入れてない。あ、入った。あ、すごい。痛い。すごい。これ何？これ何？これ、これ何？何何？このブロックはこれ何？え、牢屋をイメージした感じで。なんで私牢に入れられる？でもちゃんとやっぱ明るさ欲しいっていうね、うん、お客様からの依頼はちゃんとこれ溶岩で。わー。明るさ。ここにピストンあるんだ、ピストン。何のピストン？ピストン。何のピストン？のピストン。何になるの？ピストン言うと身がピストン。ピストンとかいらない。いらん？うん、いらんか。何？で一番いいのは、うんうん、外から見た時のこの部屋の景色。そう。みんなのさ、部屋を外から見てみたら、うん、また違った良さが見えるかもしれない。なるほど。これ出れない。ボタン押さなきゃできない。スイッチ押し、押してあげる、はい、うん、よし。ていうか一回ごとに押さなきゃいけないんだ。あれ、はい、ていうか出るときそこあれちゃんとボタン押してから。なるほどね。じゃあピストン謎だったんだけど。なんだピストン言わせるじゃない。ピストン言わせる。はい、こいで。はい、おいしいや。はい。あ、すげえな、こもっちゃっていい感じ。ええー、ないやー、困っちゃう、ね、いい感じになると思うんだよね。いいね、めちゃくちゃいい。ええやん、これ髪の毛つけたらいい感じ。ハゲてて白目向いてんだけど。いいね。モテる要素がないな、それ。なんかあの、美神さんの部屋外観ないな。そうだ、見えてないよ。確かに、ほんまや。ね、美神あそこからピョンって出てきたらかっこいいのにね。そうだよ、最初そういう風に作ってたんだけどな。どうした？外まで繋がってた。でもさ、こまちゃん、こまちゃんが求める部屋ならば、うん、俺がさ、チョコミのために作った部屋の方があるんちゃう、抱けるんちゃう。あの鉄格子なんでやねん。どう？どう？そういうお店始めるつもりか。抱けるってそういうことか。え、違うの？違うよ。違った？もっと清純な、青春な感じよ。どっちかね。じゃあ、チョコミン吸い込まれた。さんに決めてもらおう。今回4人の作った部屋で誰が一番良かったかコメント欄に書き込んでもらおう。いいですね。いや、絶対私だわ。それで分かるから。誰が一番センスあるか。なるほどね。誰が作ったやつが一番センスあるか。うん、というより誰住みたいかだな、みんなが。ああ、どの部屋だったら俺住んでもいいなって。どうする、最下位の人。マイクラで罰ゲーム？街になってきた。ハイマドキャー、ツチロス。なんかちょっとチャラの増してない。ちょっとね、もうちょっと落ち着いてるよ。俺さ、絶対ディスられんやん、俺の挨拶。どこ？ほんでね、これをね、操るにはね、こうやってやったら操れるんだよ。えらめんどくせえやん。
こつり草の先に妊娠つけてる、アニメ巻き場をかわいい、かわいいっしょ、ムタゴロウと一緒にジャーン取れた取れた、え、トドミット出た、取れたけど超死にかけ、豚は死んじゃったの、豚はね、豚肉になった。の寝顔、うん、うまかったろ、チョコミ今の、うん、あ、これであれやな、ハモれるな